本田正澄、本田正澄は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名、江戸幕府の老中、下屋国小山藩主、同宇都宮藩主、第二十八代宇都宮城主、本田正信の長男で、正信慶本岳、宗家二代。徳川家康の側近であったが、徳川秀忠の代に失脚した。永6八年、1565年。 本田正信の嫡男として生まれる。当時、正信は三河一向一揆で徳川家康に反逆し、それによって三河国を追放されて山和国の松永久秀を頼っていたとされるが、正澄は大久保忠世のもとで母親と共に保護されていたようである。父が徳川家康のもとに復帰すると共に復帰して家康の家臣として仕えた。 慶長五年、千六百年の関ヶ原の戦いでは、家康に従って本戦にも参加している。戦後、家康の命令で、石田三成の身柄を預かっている。また、父、正信と共に、徳川家の後継者候補に、結城秀康の名を挙げて、これを推挙している、大久保屋名め将。慶長六年、千六百一年二月、十五位した、孔月の助之に助任。 慶長八年、千六百三年、家康が征夷大将軍となって、江戸に幕府を開くと、家康に徴用されるようになる。慶長十年、千六百五年、家康が将軍職を三男の秀忠に譲って、大御所となり、家康と秀忠の二元政治が始まると、江戸の秀忠には、大久保忠隆が、駿府の家康には正墨が、そして、正墨の父、正信は、 両者の朝廷を務める形で、それぞれ補佐として従うようになった。慶長13年、1608年には、下屋国小山藩3万3千国の大名として取り立てられた。慶長17年、1612年2月、正澄の家臣岡本第八は、非禅国非の絵藩主、有馬春信から多額の愛路をせしめ、非前貴島軍、富士津軍、 彼キネ軍の数造を圧戦すると約束したが、これが詐欺であったことが判明し、第八は家計に処され、春信は流刑となり後に自害へと追い込まれた岡本第八事件。第八がキリシタンであったため、これ以後、徳川幕府の近況政策が本格化することになる。慶長十七年、1612年12月22日には、築城後間もない。 寸ン城が火災で消失したが、再建がなるまでの間、家康は、正住の屋敷で暮らしている。慶長19年、1614年からの、大阪冬の陣の時、徳川市と豊臣市の講和交渉で、大阪城内堀埋め立ての策を家康に、進言したのは、正住であったと言われている。現那2年、1616 16年、家康と正信が、 相次いで没した後は、江戸に転任して、第二代将軍、徳川秀忠の側近となり、年寄り、後の老中にまで劣せられた。しかし先代からの宿老であることを頼み建成を誇り、やがて、秀忠や秀忠側近から恨まれるようになる。なお、家康と正信が死去した後、二万国を加造されて五万三千国の大名となる。現那五年。 1619年10月に、福島正則の開域後、亡き家康の異名であるとして、下屋国小山藩5万3千国から、宇都宮藩15万5千国に画像を受けた。これにより、周囲からさらなる恨みを買うようになる。ただし、正角自身は、刺したる武功も立てていない自分にとっては、過分な企業であり、また、性的の厭査、憤怒も侵食し、画像を誇示していた。 幕僚の世代交代が進んでいたが、正積は変わらず、幕府で数うな地位にあった。しかし、後ろ盾である家康や、父、正信が没し、秀忠が主導権を握ったことと、秀忠側近である土井利勝らが対頭してきたことで正積の影響力、政治力は弱まっていった。元那8年、1622年8月、出羽山形のもが氏が解役された際、 正サは上司として山形城の受け取りに派遣された。9月上旬に最上領に入った正サは周辺諸大名と共に無事に城を接収した。しかしその時数日遅れで使わされた伊丹交渉と高木正次が正サズ救門の使者として後を追っていた。伊丹らは鉄砲の秘密製造や宇都宮城の本丸石垣の無断修理、さらには 秀忠暗殺を画策したとされる、宇都宮城釣り天井事件などを理由に十一、過剰の罪状権威を突きつけた。正澄は、最初の十一過剰については、明快に答えたが、そこで追加して質問された三過剰については適切な、弁明ができなかった。その三過剰とは、城の集築において、命令に従わなかった、将軍家直属のネゴロドを処刑したこと、 鉄砲の無題購入、宇都宮城修築で許可なく抜け穴の工事をしたこととされる。一方、梅津正影日記は海域の理由を、正積の方向不足を原因とし、具体的に、福島正則海域、宇都宮廃領、宇都宮城不審未成を挙げている。また、現那8年10月6日付、細川忠俊書所には、正積が、 家康生前するがにいた頃から秀忠の意向に背くことが多く、家造による改心を期待したが態度を改めなかったとあり、同様の記述が10月10府、土井都市勝、堺忠義書上にもある。さらに、同月11日付同人書上にはこれに加えて、秀忠は今まで正澄が家康側近だったためへ遠慮したが、これ以上は勘弁ならなかったとある。特に、 福島正則海役の監視と、宇都宮配領の故事と配領後の上知申し立ては、秀忠の面目を損なう行為として決定的な、怒りを買った。先代よりの中金に免じ、改めて、出は国より、現在のより本城氏に五万五千国を与える、という大命を受けた。この時、使者として赴いた、高木正次、伊丹交渉らの質問に、さらに弁明の中で、無本に身に、 覚えがない正墨は、毅然とした態度で応じ、その5万5千国を誇示した。これが秀忠の激輪に触れることとなった。高木と伊丹が正墨の弁明の一部始終を秀忠に、伝えると、秀忠は激怒し、本だけは解益され、治療は千国のみとなり、身柄は佐竹義信に預けられ、出羽国ゆりえる罪となり、後に出羽国横手にて幽閉のみとなった。 正澄の失脚により、家康時代、その側近を固めた一派は、完全に排斥され、土井都市勝ら秀忠側近が、影響力を一層強めることになる。この天末は、家康、秀忠の二元政治時代、本田親子の後人を拝して、正澄の存在を疎ましく思っていた、土井都市勝らの暴略であったとも、あるいは、秀忠の姉、加納御前。 亀姫が秀忠に真っさずみの火を訴えしたためだとも、される。忠鹿の親戚にあたる大久保忠隆、彦左衛門は、布告を用いて、忠鹿を陥れた因果を受けたと開催を叫んだと、言う。また、秀忠自身も父、家康の代から、自らの意に沿わないまさずみをおとましく思っていた。ただし、秀忠が関ヶ原に持参した際に、本田まさずみは、 秀忠公が遅れられたのは参謀たる、我が父、正信が計りごとを誤ったためあります。どうか、父、正信を処罰し、秀忠公のとが出ないことを天下に明らかにして、いただきとうございますと言い、その言葉に秀忠は、感謝し、よくぞ言ってくれた。その方の言葉、一生忘れぬぞ。と言ったと、逸話もある。秀忠は、正さの処分について、 初代名に個別に説明をするという異例の対応を取ったが、その説明を聞かされた、当時の小倉藩藩主、細川忠氏は、日日、日頃ご方向を圧縮という理由であり、具体的には秀忠が、福島正則を改役するのに反対したことと、宇都宮を配慮してから数年経って、似合い申さずと言って返上しようとしたことを挙げていた、と、父の細川忠沖に書き送っている。 以下の歌は、失脚した正澄が遊兵された横手、上の台で読んだものと伝えられる。正澄不死は、牢にこそ入らなかったものの、逃亡防止のために、板戸で囲われて、最高も、不十分な屋敷からの外出も許されないという、過酷な生活であったと言われる。官営十四年、六百三十七年三月十日、正澄は、廃車の横手で死去した。 去年七十三、入るの際、息子の正勝も、同罪として、出は国由利に流されている。官営十四年、1637年3月に、正積は七十三歳の生涯を閉じたが、息子の正勝はそれより7年前の官営七年、1630年、長い遊兵生活で健康を害し、いし、五歳で死去している。勝には、長男、 正義と、次男、正幸の子息がおり、着男、正義は、右京ョと称す。元画九年、1623年に、江戸で出生したが、同年の本岳海域により、外祖父である、美濃国王垣藩主と出し鉄のもとに、母と共に身を寄せる。幼少より学問に励み、祖父、正住と、父、正勝の墓参りを願い、歓迎十七年。 1640年に老藩を出本したとされる。しかし、幕名により母さんは叶わず、上野国高崎城下に泊まっていたという。その後は、和田各兵を名乗り、明暦三年、1657年に、旗本、安藤氏の将兵で、客審となり、武蔵国中郡小平に陰性する。正義は大官職についており、元禄十五年、1702年四月に死去した。 去年八十、子孫の和田正綱は、小平の安藤家家臣であった、木村十両左衛門の娘をめとり、着難、政党の大の完成十年、千七百九十八年、病石を継いで木村に改正し、正義家本田氏は、安藤家重臣として、明治維新まで存続した。正勝の次男、正幸は入るの地横手にて出生、と称す、正没後、 ナルセ・マサトラに迎えられ、終わり犬山に居住したという。漢文四年、1664年に謝面され、三千国の旗本として家を再興している。より合い旗本として存続した江戸時代の本だけは、十五位下、沢渡守、大見守を助任し、寸布定番、五塚番、縁国奉行、五三教科老職などに就任していた。しかし、明治維新後は、 東京府氏族に編入されるも、他の氏族と同じく家禄を失って没落し、正幸系本田氏は断絶した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。